はい、今日はですね、同じくちょっとスケッチのことで質問もらってます。色付けに関してなんですけども、ですね、色付けの、段階でどこまで塗ればいいか、どこで筆を置けばいいかってことですね。描けば描くほど水彩画に、普通の水彩画になってしまってるってことですかね。スケッチとしての面白さが欠けてるんではないかということですね。ちょっとやってみます。はい、じゃあまず線画描きますね。はい、スケッチってね、もともと線画なんですよね。途中から色が突き出しましたけど、もともとはスケッチはモノクロなんですよね。この線の上に色を塗っていくときにちょっと注意が必要です。ちょっと塗ってみますね。
はい、終わりました。紙からペンを離さないっていう書き方を今回はやってません。ですね、まあ、そこそこペンの段階で構図絵柄をもう書き込みます。で、色をつけなくてもだいたいどういう風景なのかっていうのがもうざっくり分かる程度ぐらいまで線の密度を出していって、で、塗る時っていうのはですね、線からもあえてはみ出すというやり方で塗った方がいいですね。うん、線の中にきっちりこの色を入れていく、まあ、塗り絵みたいな塗り方をしちゃうと線が死んでしまうんで、できるだけ線からはみ出して塗るようにした方がいいですね。で、質問いただいた方の、そのどこで筆を止めたらいいかっていうのはですね、下絵の線が、絵の具を乗せていったらそのうちね、だんだん濃くなって見えなくなってくるんですよ。で、見えなくなる前に止めた方がいいですね。うん、線がね、見えなくなってしまうとちょっと台無しの方に行ってしまうので、線が見える段階でも止めた方がいいですね。あと色で、着色の段階で、立体感、極端な話立体感を出そうとか、陰影を出そうとかっていうのはあんまりやんない方がいいですね。スケッチ、こういう絵の場合はもう線に任せた方がいいです。色は本当にもうなんだろうな、ステーキで言うなら隣にある野菜ぐらいの、そんな感じで置いた方がいいと思いますね。あまり色に頼らない方がいいような気はしますね。その分線はきっちりもう書き込んでおくみたいな方が成功すると思います。はい、じゃあこんな感じで終わります。またよろしくお願いします。